内作用とは地球内部のエネルギーによって引き起こされる地形の形成作用で火山活動や地殻変動がその例に挙げられる。内因的栄力、内因的地質作用とも呼ばれる。内作用の原因は地球内部の熱エネルギーであり一般に地表の起伏を大きくする。その例には地盤の隆気による作り山運動が挙げられる。内作用のエネルギーは 地球内部の放射性物質の絶え間ない崩壊によって発生した熱が地球内部物質の体積、密度の分布を変化させる。そしてその内部物質が中央回冷形で噴出したものがプレートになりプレートの運動で発生するのが諸現象である。バルター・ペンクは地形分析内で地表に見られる地形は内作用と外作用の相互作用の結果形成されたものである。 内作用の地形形成における重要性を指摘した。また、プレートテクトニクスは、この内作用をグローバルな視点から分析し、海陸、山脈、火山の分析を統一的に説明しようとした考えのことである。内作用によって、火山地形や変動地形が形成される。地震が伴い短時間で急変する断層、経道運動や火山活動と、 大陸規模で長時間で起こる増陸運動、中間にあたる三脈を形成する作り山運動がある。断層運動や経道運動などに伴う地震は、プレートの力のかかりが不均等で、歪み、破壊が起こりエネルギー放出という形で起こるものである。新生岩や変生岩といった地球の深部にある岩石が露出しが広域的に帯状に分布しているのは、 プレートの衝突体で、作り山運動の起きた後である。内作用、内的英力が外的英力より強い場合、変動体という起伏の強い地形となり、逆に外的英力の方が強い場合は、安定地域となる。これは、プレート内部にありた形状地がこれにあたる。AB 貝塚 1985P4 貝塚1998 P3、カイズカ1985、P212 19、カイズカ1998、19 P76。ありがとうございます。